もう会話がないですからね。達成感がすごいです今。はい、完成しました。できました。ワールドバズクッキング、さあ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 、今週はインドのお弁当を作ります。さあ、ここまでフィンランドとジャマイカ、そう、フィンランドとジャマイカのお弁当を作ってきました。徐々に得点も上がってきてます。今回目指すのは満点ということで頑張ります。さあ、インドはワールドバズクッキングの一番最初の時に、取り上げてる国ということで、ね、ちょっとゆかりもありますから気合を入れて頑張っていきたいと思います。さあ、ということで作り始めていくんですけれども、たくさん並んでます。まずこれカレーですね。カレー2種類あって、じゃがいもの炒め物がありましたよね、カレーの。それからじゃあ作っていこうと思います。さあ、メニューも手元に用意されてるんですけれども、いつも通り黒塗りが何個かあります。この料理、アルーマサラというそうです。はい、じゃがいもにターメリックとか入れて炒めると。じゃあまずは炒めていきたいんですけど、マスタードシードってこれか。おお、初めて見た。独特な香りがする。で、それを炒めて玉ねぎ、生姜、ターメリック粉、唐辛子粉入れて炒めるってことなんで、じゃあ玉ねぎまずみじん切りにしていきます。こっちにしよう。よいしょよいしょよいしょ。玉ねぎ弱いんですよね、目。家で玉ねぎ切ってると絶対切ってるってすぐ分かるくらい目がすぐきます。今日は耐えられるか。よいしょ、まあこんくらいでいいかな。さらっとやっちゃうところかっこいいですね。やった、なんか初めてワールドバズクッキングで褒められてる。初めて。なんか今まで、あ、料理しないからな渡辺はみたいな感じだったから、なんか今日ちょっとなんか調子悪いな逆に。じゃあ早速炒めていきます。まずはマスタードシードを香りを出すためにちょっと炒めると。で、これが分量がわからないんですよね。どうしようかな。でも入れすぎるのは怖いんですよね。これまでちょこちょこっと慎重に、このくらいでいいかな。多分今すごくすごくビビって、小さじ2分の1も入れてないかなって感じだな。もうちょこっとだけ。はい、これでやめた。香りが出るまでじゃあちょっと炒めていきます。香りが立って炒まったら、玉ねぎ、生姜、ターメリック、唐辛子粉を入れる。おお、あ、でもなんか香りはしてきたような気がする。そろそろいいかな。入れていきます。じゃあ玉ねぎを、おい、入れてます。よいしょ、玉ねぎを入れて、生姜が少々、少々って何って感じですよね。もう生姜少々は何なんだと。少々、小さじ1くらい入れちゃったかな。そんなに入れてないかな。火力強いか。と、あとは、あ、生姜のいい香り。唐辛子は多分ほんのちょこっとくらいだと思うんですよ。もう一つかみ。どちらかというとターメリックの方が強い感じだったので、ターメリックをまあ小さじ1くらいは入れたいな。小さじ1くらいとりあえず入れてみました。綺麗な色、なんかインドって感じする色してますね。あ、でもこれくらいでちょうどよかったんじゃないかな、色的には。このあとはじゃがいもを入れて塩で味付ける。ほい、なるほど。あ、ちょっとカメラを忘れてました。もうそろそろじゃがいもを入れていこうかな。茹でてあるじゃがいもですね。しかもこの綺麗な色、インカの目覚めだそうです。もうすでになんかターメリックのような色をしてますが、じゃあこれも入れてきます。全部、はい。で、3分炒めるそうです。さあさあさあ、炒まれ炒まれ。ちょっと目は離したくないですね。ちょっと考えます。一旦頭を制御させよう。じゃあ3分炒めるって書いてあるし、3分くらいちょっと考えよう。
盛り付け方ちょっともう忘れちゃってるんですよね。どうやったら綺麗になるかな。ここからですよ。先週ちょっと塩が足りなかったっておっしゃってたので、塩加減今日は大事にしたいなと思います。入れすぎないように。そうです、ちょこっとずつ味見をする。一旦これで一旦ストップ。もうちょこっと足りてないのは塩なのか。本当に塩でいいのか。ターメリックも足りないんじゃないか。足りてる、自分を信じる、多分大丈夫。はい、これで完成にします。はい、おい、じゃあ盛り付け作業に移っていきます。まずはご飯を敷き詰めます。ご飯を盛るのはもう慣れたもんですね。3週目になると。はい、カレーですからね、ちょっとご飯多めに入れたいくらい、結構ご飯進む味してたので。ほうれん草のカレーが本当美味しかったです。ちょっとピリッとしてて。よし、今週は手際もよく行きたいんだった。よし、頑張るぞ。そしてこっちのカレーも、キーマカレーもね、入れていきます。ナスですね。ナスでインドの国旗のあの中央の部分乗せていきます。お、よし、国旗が完成。よし、他の盛り付けに入っていきます。こっからが難しいんですよね。入れて、はい、もう完全に、もうラディッシュなんて入ってたっけ、記憶にない。せっかくだからなんか可愛く、じゃあ切ってみよう。可愛くしたいよな。あ、なんか一番失敗しそうな感じするな今回。おりゃ、よし、よいしょ、よし、お、綺麗に切り抜けた。ゾウの肩可愛い。これでいいや。よし、ゾウさん完成したかな。完成ですか。あ、はい、まだいない、あいつがいないですね。あの子がいない。あ、忘れてた。忘れてた。そうだ。うわ、どうしよう、どこに入れよう。入れる場所がないぞ。入った、よし。はい、完成しました。できました。なんとも可愛らしい。はい、どうですか。おー、どうだ。これはこだわったところは、そうですね、ラディッシュですかね。ラディッシュ、彩りがなんかちょっと足りないのかなと思って、全体的にここ黄色いなと思って、トマト以外のはっきりした色味のものがラディッシュだったので、ラディッシュをちょっと薄くスライスしておしゃれ感出すために、こうちょっとこう段々にして切って並べてみました。どうかな。あ、でもゾウさんもちょっとなんか不格好だなと思ったんですけど、この顔、うん、不格好だけど不格好だけど、まあ可愛いかな。うーん、どうかなこれ。でもちょっと不細工だなこのゾウさん。それも愛嬌かなっていうことで、ということで完成しました。やったー。あー、終わった。さあ、じゃあこれを早速青木さんに実食していただきます。さあ、ということでインドのお弁当完成しました。もう達成感がすごいです。今もうようやく3つ作り終えたっていう感じで、本当に男性が大変、もうもろれつが回ってない。はい、ということでこれも実食をお願いします。はい、でもこれちょっと、はい、もう見た目本当最高ですね。やったー。じゃあいただきます。もうすごく難しかったです。なんか味見しても何が正解かわからなかった。美味しい。もう目で言わせちゃってます私。どうでした味付けは。本当に美味しくできたと思うんですが、ちょっとタレって入れすぎてるのか。なるほど。入れすぎるとやっぱり苦味につながっちゃうんですね。じゃがいもが黄色かったので、はい、もうちょっと控えめしてもよかった。ああ、なるほど。白いのが乗った時は、はい、あの美味しそうにするために多いんですよね。ちなみにターメリックは小さじ1入れられてたと思うんですけど、はい、分量ではレシピでは4分の1、小さじ4分の1。4分の1っていう選択肢もあったのか。4番入れてます。それは入れすぎですね。
なるほど、うん、そっか、ほんのちょこっとでも色とかってつくんですね。ちょっと難しいんですね、難しいの使いとかって。なるほど。点数を聞いてもいいですか？はい、じゃあまず、はい、味から。あ、はい、味がそうですね、じゃあ、思ってるいいですいいですで、いや、そうだよなって思いました。自分でもちょっと味見してて、ん？なんだこれはってなったね。何がいいんだと正解が分かんなくなってたんで、いや、なんか納得です。はい、でもインド料理は難しいので、あれめげずにまた挑戦、はい、ちょっと練習してみます。はい、名前は何でしょう。名前はもう11点で名前が11点なるほど次は何でしょう。10点。やったでも今日青木さんに教えてもらったことでいろいろとすごく勉強になることがたくさんあって、今日でなんかすごく料理できる人間になれたような気がしちゃってるんですけど、でもよく考えたらこのカレーは私作ってないし、果物も切ってないし、そういえばじゃがいもも切ってないよなとなるんでちょっと出直してきます、もう一回心新たにでもこれ本当に親子で作って国旗の勉強にもなったりとか、やっぱりお弁当箱を広げた瞬間にちょっとこう海外旅行してるみたいなくらいの気分になれるんで、すごく楽しかったです。お弁当で国旗っていうのは私ももっと勉強してまいりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうだ今すっかり今エンディングに入ろうとしました。強みというか、そういうところをこの番組で見れたっていう僕らにとってのね、新しい発見とかもあったので、ここは11点をぜひつけたいなと思います。もう皆さん、いかがですか？やった30点待てやったすごい嬉しいんですけど、ちょっとなんか情けでもらった1点っていう感じもしちゃうんで、次回もう一回リベンジさせてください。どこかで渡辺上手くなってきたぞ料理ってこう唸らせたいです皆さんを。はいということで、3カ国のお弁当を作ってまいりました。本当に作っててとっても楽しくて、あ、ジャマイカってこんな国旗だったっけとか、国旗の勉強にもなったりとかもしたので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ということで2月のワールドバツクッキングは以上です。では来月どんな国の料理を作るのか皆さんお楽しみに。やったー、30点取れたー、やったやったバイバイ。この番組をいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。お待ちしてます。